はいどうも、今日はですね、平塚正幸さんの動画についてレビューをさせていただきたいと思います。はい、ということでね、お久しぶりでございます。久しぶりの平塚正幸さんの動画のレビューとなっております。はい、今回レビューさせていただく動画なんですが、2本立てとなっております。マスクを外そう1号車をあなたの街に呼んでください、前編後編という動画でございます。あのね、もう一本動画が出てるんですけれども、まあ、凱旋車がねこんな感じで完成しましたっていう動画なので、まあ特に面白もなんともない動画だったので、割愛させていただきます。はい、ただの凱旋車の、ご紹介という動画だったので、まあ特にまあ何か言いたいかというと別に言いたいこともなかったのでね、ああよかったねっていうそれだけです。はい、とりあえずですね、まあ、平塚さんがこの動画の中でどのようなことを言っていたのかということをざっくりとご説明を差し上げたいというふうに思っております。まず車が完成しましたということがね、説明されておりまして、国民主権党設立1年であるということを大変喜んでいらっしゃいました。で、その中で平塚さんは日本で最も飛躍した政治団体であるということを自負していらっしゃるようで、まあ大変ね、喜ばしいことだというふうにおっしゃっているんですが、日本で最も飛躍した政治団体で、まあ思うことは自由なんでいいんじゃないですかね。まああなたの中ではそういうことなんでしょう。いいと思いますよ。はい、で、本題はここからでございます。はい、本題はここからでございます。タイトルにもある通り、そのマスクを外そう1号車ね、凱旋車を呼んでくださいということなんですよ。回ってほしいところを呼んでくださいっていう風に言ってて、俺なんか違うなーとちょっと思ってんだけどね。なんだろう、こう主張したいことがあるから自分で出向いていくようなもんなんじゃないのかなと思うんだけど、なんだろうその呼んでくださいって。ごめん、ちょっと俺には理解できないんだけど、まあとにかくね、呼んでほしいらしいです。はい、都内と、それから都下、東京とそれ以外、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、この辺ぐらいだったらいけるよみたいな感じで、山梨入ってねえんだと思って、山梨は違うのかとか思ってね、ちょっと山梨かわいそうじゃないから、山梨は違うのかな、ちょっと違うのか分かんないけど、山梨も首都圏入ってるような気もするんだけど、どうなんでしょうね、その辺のところはちょっと分かりませんけど、あと群馬よね。群馬入ってないのは何ですかね。群馬は日本じゃねえとでも言いてんのか、この野郎。俺別に群馬に関係ないけど。いや、ちょっとあまりにも群馬に失礼かなというふうに思いましてですね。まあ、100歩譲って山梨はもしかしたらほら関東じゃなくてね、甲信越の方に入るのかもしれないけれども、群馬は関東だからね、群馬も入れとこう。そこはちょっと失礼すぎないかなと思って。群馬だって日帰りで帰ってこれるやろ、そんな。で、まあ一応ね、まあそれはいいとして、よくはないんだけど、まあいいとして、一応日帰りで行けるところ限定で今募集してると、ね、呼んでくれるところを募集してますということらしいんです。で、電気系統をしっかりさせれば、まあ全国行けるようになるんじゃないかというふうに言っていて、まああとそれでも2週間後ぐらいからかな、みたいなことをね、言っておりました。まあ呼んでくれる人いるんだったら行ってきたらいいんじゃないですかね。うん。で、まあ、ただ今はまあ全国に走らせる段階ではないので、東京都と、まあその周辺の、県にして、ちょっと絞らせてくださいということです。で、呼んでいただくのは構わないんだけれども、お金がかかるらしいんですよ、呼ぶのに。呼ぶのにお金がかかるらしいです。東京都回ってほしいという場合には、1日10万円だそうでございます。はい。で、それ以外、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、ここを回ってほしいという場合には、15万円かかるそうです。ちょっと待ってと。ちょっと待ってと。ね、俺からちょっと一つだけ言いたいことがあるんだけども、なんで千葉が15万あと千葉県民でしょうに。ね、事務所千葉ちゃうの。ね、なんで10万円じゃないのかなって、ちょっと気になって。まあまあ、それはね、それはね、値段つけるのは、ほら、国民主権党の方ですから、別にそれは構わないんですけども、いや、ちょっと気になりましたね。で、なんで、車を呼ぶのにね、凱旋車を呼ぶのに、そのマスクを外そう1号車を呼ぶのに、お金がかかるのかというと、まず、まあ、車作ったので、それの経費に回したいと。で、もう一つが、
まあ運転手だとかそういう人かな、一緒に同乗してくれる人の日当を払いたいと。で、2号車3号車のお金を貯めるためだということで、この3つに当てるために、お金が必要なんだということなんですね。うん、でまあなんかもっともらしいことを言ってたんだけど、国民主権党の中で雇用も生み出すことができて非常に素晴らしいことなんだというふうにおっしゃっております。でどれくらいの時間走らせるのかっていうと、1日4時間程度走らせるらしいです。それで10万円とか15万円ぐらい、まあ高いと思うのか安いと思うのか、 C 社の方にとってみたら安いんでしょうね。はい、あの C 社の方、はい、来ましたよ、出番ですよ、お財布がお財布係さん、はい、いっぱい呼んであげたらいいんじゃないですかねえで、ちょっとね、切実なところもあるらしいです。はい、あの平塚さん曰く、これがうまくいかなかったら、我々国民主権党に力を与えてもらえなかったというふうに判断せざるを得ないみたいなことを言っていて、その国民主権党と日本国民の存続に関わるというふうにおっしゃっております。まあ国民主権との存続に関わるほど、こういろいろ財政が逼迫しているんだろうなということは安易に想像はつくんだけども、あの日本国民の存続に関しては、さして影響ないと思っておりますので、まあそこはちょっと、あの国民主権とイコール日本国民みたいなふうに言うのはちょっとやめていただけませんか。ぜひぜひやめていただけると大変嬉しいございますあの国民主権と日本国民は全然違うと思ってるから。ちなみにね、あの宣伝カーってあるじゃないですか、商売でね、あの広告宣伝をして回るこう車がね、何かこう後ろに広告を貼り付けてさ、こう都内とかいろいろ走り回るのがあると思うんですけど、あれって10万円しないんですよ。だいたい1日走り回って8万円とかなんですよ。でそれもまあとある会社のやつですけれども、10時から20時の間で8時間運行して8万円からなんですよ。で、それと比べるとですよ、それと比べると国民主権とは4時間で10万円とか15万円でしょね。時間は半分になって値段は倍近いっていうぼったくりじゃねえかよ、チキショウめで、依頼の方法っていうことをねちょっと言ってたんですけども、例えばね、こう小学校の周りを回ってほしいとか、で職場の周りを回ってほしいとか、で指定した地域を回ってほしいとか、いろいろねその理由をつけてこう回ってほしいところを教えてくださいっていうことでね言っていたりして、で、そのなんていうのかな、自分たちのやっていることに関してなんですけれども、主張していることで、ね、マスクを外そうっていうことに関しての主張については、あのマスクを外しても人を傷つけないし自分も傷つかないね、そういうこの情報っていうのはとても貴重なことでしょうというふうにおっしゃっておりました。だからね、俺たちのやってることは非常に貴重なことなんだよということを述べてらっしゃったんですが、いや別に貴重でもないむしろあのやめていただけませんかと思ってる人が非常に多いんじゃないんでしょうかね。まあ貴重だと思ってるのはあなただけだし、うん、ね、あのそのね4時間で10万円とか15万円ほど払うような価値のあることではないと俺は思うけどね。いや、わかんない。それに、ね、価値を見出せる人は、呼べばいいんじゃないですか？呼べばいいと思うよ。もう俺は、価値がないと思ってるし、まあ、さらに言わせていただければ、無価値。だと思ってます。もしよかったらね、いや、平塚さんのやってることには、10万円、15万円以上の価値があるんだっていう人がいるんなら、ぜひコメント欄でね、ぜひ、どうしてその価値があるのかっていうことを教えていただけないでしょうか。私にはその価値は見出せません。はい。その10万円、15万円っていうね、その金銭的な価値をね、しっかりご説明できる方がいらっしゃるんだったら、ぜひ、ご意見伺いたいというふうに思っております。ぜひ、コメント欄にね、コメント残してください。はい、ということでね、まあ彼がこんなことを言っていたということをご紹介させていただいたんですが、まあ最後になりますけども、自分なりに思ったことをちょっとね述べさせていただきたいんですけれども、なんかねこれ見てるとね、なんか右翼みたいなことやってねっていう金もらって凱旋でしょね、凱旋が金になるっていうことって、なんか右翼とかよくやってるじゃないですか。昔ね、なんだっけ、なんとか党みたいなところがさ、なんか竹下総理のところ行ってどうやこうやってやってね、ボリューム一つ上げると100万だみたいなことを言ってたことがあると思うんだけど、なんかそれに近しいことしてんなみたいな印象かな。
なんか政治的なものに金を絡めて金儲けしようとしてるっていうイメージしかないかなと思ってね。だからどっちかっていうとね、まあそこまで彼らの財政が逼迫してて、まあなんだろう、そのハイエースがねだいぶ負担になってて、なんとかそれをお金に変えたいんだろうなっていうところだと思うんですね。だからなんていうのかな、 YouTube からも収益が得られることがほとんどなくなりまして、でハイエースが残ってしまったと。でそのハイエースを処分したら下でさ、その寄付金を集めた手前さ、説明が難しいわけだから、なんとかそれをね、手放すことなくマネタイズできないかっていうことで考えた苦肉の策なんじゃないかなというふうに俺は見てるんですよ。わかんないよどうかはね、本当のところはどうかはわかんないけれども、ただでお金をもらって凱旋をするっていうこと自体は、なんかねあまりこうなんていうのかな、いい行為には見えないし、どちらかというとこう反社会的な行為をされる方の考え方に似てるんじゃないかなというふうに俺はちょっと見ております。だからね、まあ俺が思うによ、その自分の主義主張とか言論とかその考え方を広めたいんだったら本でも書きゃええやんっていう話なんですよ。その方がね、あのたくさんの人に届くし、自分の言いたいことがね、その凱旋者でさ、ふわーんって通り過ぎる間にさ、なんかわけのわかんないこと言ってるぐらいだったらさ、紙ベースで見てもらって読んでもらった方がしっかり真意まで伝わるんじゃないのかなと思うんですよ。だからね、その凱旋活動をね、そのなんだろう、その一定のところにとどまるかどうかわかんないけども、その小学生相手にさ凱旋したところって何の意味もないと思うのよ。鬱陶しいなって、うるさいなって思われて、それで多分終わりだと思うよ。なんか意味あんのかね。で職場の周りでやってほしいとかさ、指定した地域を回ってほしいとか言ってるんだけれども、その例えばそれでね依頼が来たとしてさ、その自分がねそのマスクを外そうっていうふうに思ってるんだけども、職場の人がねそう思ってないからやってほしいって、それただの嫌がらせやんそれただのね嫌がらせのために凱旋してくださいって言ってるのに近しいぜっていう話だと思うんですよね。そう思ってない人からね、すればさ、その指定した地域を回ってほしいって、全く関係ない人たちにとってはさ、うるせえなーと思うわけじゃないですか。なんだろうね、金払ってまでやってもらうようなことじゃないと思うしさ、本当リアルで嫌がらせだから、ぜひやめていただきたいなと思う次第でございます。はい、ということで、今回ね動画2本について久しぶりにレビューの方させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。何かねご感想などございましたら、ぜひコメント欄の方にコメント残していただければ幸いでございます。またね動画の方を見ることができましたら存在を確認することができましたら、またレビューの方はさせていただきたいと思いますので、よろしければね、ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。以上